皆さん、こんにちは。危ない刑事のかっこいい刑事役で大ブレイクして、世の女性から大人げになった柴田恭兵さん。肺がんが再発した現在の姿と余命宣告され、芸能界引退の真相に言葉を失う。今日は柴田恭兵さんのことについて紹介します。まずは、柴田恭兵さんの経歴とプロフィールから紹介します。柴田恭兵さんは1951年8月18日生まれ、静岡県清水市の出身です。かっこいい男の代表といえる柴田恭兵さんですが、すぐに俳優になったわけではありません。実は日本大学経済学部を卒業後に、そのままサラリーマン生活を送っています。そして、1975年に東京キッドブラザースというミュージカル劇団に入団しました。柴田恭兵さんはミュージカル劇団に加入して、舞台『10月は黄昏の国』で舞台デビューしています。その後、1977年に『大都会パート2』でテレビ初出演を果たしました。これをきっかけにして、多くの刑事ドラマに出演しています。柴田恭兵さんの代表ドラマには、危ない刑事や、大追跡などが挙げられます。柴田恭兵さんは現在、プライベートでは、昔から仲の良いお笑いコンビのおぼんこぼんさんのおぼんさんと、一緒に大好きな野球を楽しみながら、仕事面では2022年11月から放送がスタートしたワウワウのドラマ「寮母の斧」に刑事役として出演しています。危ない刑事に出演した時のようなアクションシーンは少ないものの、味のある熟年刑事役を好演し、キレのある演技で視聴者を魅了しています。また2022年9月上旬からは満を持して危ない刑事の新作の撮影がスタートし、放送開始から36年が経過した現在のタカ&ユージのことをファンはもとより多くの人たちが待ち望んでいます。危ない刑事の新作を含めて今後の柴田恭兵さんの一挙手一投足についてはこのブログで逐一追っていきたいと思います。柴田恭兵さんの姿をテレビで見かけることが少なくなったのは2014年のことでした。それまでテレビで大活躍していた芸能人がテレビに出演しなくなると必ずと言って良いほど出てくるのが病気、引退といったワードです。柴田恭兵さんについても例に漏れずで、病気が原因で仕事のペースを落としているのではないかと言われています。2014年あたりで柴田恭兵さんが病気にかかったというのは本当なのでしょうか。調べてみましたが、2014年の1年間はテレビや映画の仕事はもちろん、 CM や取材といったあらゆる芸能活動をしていなかったことが分かりました。そうなると俄然信憑性が高まってくる病気説ですが、柴田恭兵さんが人生で一度だけ大病をしたことがあるのは2014年ではなくもっと昔のことでした。柴田恭兵さんが病魔に襲われたのは2006年7月のことでした。病名は肺がんでした。幸い柴田恭兵さんが違和感を感じて病院を受診したのが早かったため、初期段階の肺がんでしたのですぐに摘出手術をし、2006年8月には早期退院をすることができました。退院して約4ヶ月後の2006年12月には2007年2月スタートの NHK ドラマ「ハゲタカ」の収録で仕事復帰しました。驚異の回復力に驚きを隠せなかった共演者ですが、さすがに病み上がりということで痩せ細った柴田恭兵さんが板踊り自粛を思えたということです。柴田恭兵さんといえば、危ない刑事シリーズでも、おなじみのヘビースモーカーでしたが、肺がんを罹患したことをきっかけに、タバコを完全にやめました。
肺がんを克服し、2006年に仕事復帰した柴田恭兵さんでしたが、その数年後に出演した鹿鳴館や男前では、元気に演技をしてはいるものの、顔色が悪く、時折辛そうな姿だったことを指摘されていました。完治したというのは嘘で、またがんが再発したのではないか、とまで言われるようになり、柴田恭兵重病説まで飛び出しました。がん自体が再発率の高い病気なのは周知の通りなのですが、特に肺がんに至っては再発率が 50-60% と、がんの中でも飛び抜けて再発率が高い病気ですので、柴田恭兵さんが肺がんを再発したのではないかという噂に火がついてしまいました。ただ、5年以上の間再発していなければがんが根治したと言えるようですので、すでに1度目の治療から5年以上が経過している柴田恭兵さんに肺がんが再発したという可能性は低いと考えられます。一時期顔色が悪く辛そうな姿がかきまみえたのは、復帰後それほど時間が経っていなかったため、十分に体力が回復しきっていなかったからなのではないでしょうか。柴田恭兵が現在は痩せすぎているのではないかとの心配の声が多数。柴田恭兵、かっこええで餅と痩せすぎ。柴田恭兵痩せすぎ、最近何してるんだろう、元気かな。柴田恭兵さんの痩せた様子を心配する声はこの他にも多数ありますが、このブログの冒頭でもお伝えした通り、大好きな野球で汗を流している様子が SNS 等で公開されていますので、おそらく痩せたのではなく定期的に運動を欠かさないことから、脂肪がつきにくい体なのではないかと考えられます。2006年に仕事復帰した後、不定期ではありながらもドラマや映画に出演していた柴田恭兵さんですが、2017年9月から11月にかけて NHK で放送されたドラマ、この声を君に、に出演して以降、パタッと姿を見なくなりました。1951年8月18日生まれの柴田恭兵さんは、2023年時点で72歳。サラリーマンの世界では定年退職を迎えている方が多い年齢ですので、柴田恭兵さんも芸能界を引退したと勘違いした人が、つくかなからずいたようです。柴田恭兵って引退したんじゃなかったっけ？柴田恭兵が刑事を引退するのか。年取ったな。柴田恭兵さんが芸能界を引退したというのは完全なデマで、正確には出演オファーは数多くあったものの、残りの俳優人生を有意義に過ごしたいとの思いから、仕事を厳選していたというのが正しいようです。インターネット上には、柴田恭兵さんが死亡したという噂が流れているのですが、果たして本当なのでしょうか。そんなことはありえないだろうと思いながらも、火のないところに煙は立たぬとも言いますので、疑心暗鬼になって調べてみると、どうやら柴田恭兵さんではなく、柴田恭兵さんの子供が亡くなっていたということが判明しました。亡くなったのは柴田恭兵さんの次男あゆさんでした。亡くなったのは2004年のことで、死因は心臓発作。当時の年齢は20歳でした。もともと気管支喘息の持病を抱えていたあゆさんは、虚弱体質で病気をしがちな体だったそうです。九州芸術工科大学2年生だったあゆさんは、大学近くのワンルームマンションで一人暮らしをしていました。発見された時にはすでに亡くなっていたようで、突然の訃報を聞いた柴田恭兵さんは失意のどん底にいたそうです。ですが、その突然の訃報から3ヶ月後には映画の撮影がクランクインし、これまでにも増して仕事に打ち込んでいきました。2004年に次男のあゆさんが病死したことと、2017年以降、柴田恭兵さんの姿をテレビや映画館で
全く見なくなってしまったことが重なり、柴田恭兵さんが亡くなったのではないかとの噂が出回ってしまったようですが、柴田恭兵さんは現在もご存命です。喘息の持病を持っていたという柴田恭兵さんの次男、あゆさん。心臓発作を併発したことで亡くなってしまったそうです。あゆさんは九州芸術工科大学でコンピューター音楽を学ぶために、一人暮らしをしていました。一人暮らしをしていたために、発作を起こしたことに気づかれることなく亡くなってしまったようです。ただ、事務所には病室とだけ伝えていたとの情報もあります。つまり、詳しい死因については、実は公表していないということです。心臓発作で亡くなったのだとしても、その発作が起こった理由については、はっきりしたことが分かっていません。持病があったのなら、その影響で心臓に負担がかかった可能性はあります。ですが、そんな話が公表された事実はないため、あくまでも憶測に過ぎません。事務所にすら伝えていないことなら、他で発表している可能性も低いはず。当時何が起こったのかは、近親者だけが知っていることなのでしょう。2017年以降、露出の機会がほとんどない柴田恭兵さんですが、全国各地で開催されている講演会にゲストとして参加している可能性があります。というのも、芸能界で主役級の役柄を演じていた俳優さんや女優さんが、芸能界での様々な体験や苦労話、さらには自身の健康に関するお題で、講演をするというケースが増えているためです。息子を心臓発作で亡くし、自分自身も肺がんを罹患した経験をもとにして、全国の人々にその経験から学んだことや、未病の大切さを伝えて回っている可能性は大いにあり得ます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。2014年、2枚目のシングル、峠越えを発表。自己最高のオリコン初登場6位を記録。また、週間の売上枚数でも、南部セミシグレを上回り自己最高を記録した福田恭兵さん。離婚間近の夫婦仲の正体や、今引退間近と言われる現在に心配と驚きを隠せない。今日は、福田恭兵さんのことについて紹介します。まずは、福田恭兵さんの経歴とプロフィールから紹介します。福田恭兵は、岩手県岩手郡雫石町出身の演歌歌手。福田恭兵の父親は、民謡歌手の福田岩月です。父親は厳格な人物であり、何かあれば鉄拳制裁が下されたと言います。民謡歌手を父親に持つということもあり、お前も歌ってみろ、と言われるのが、嫌だったという過去もあります。そんな福田恭兵は、23歳の頃から民謡を習い始めました。その後、数々のコンクールで優勝しました。福田恭兵は、12年間勤めた呉服屋、富士美園を退社し、2012年に、南部セミシグレでデビューしました。そして、2013年には、第64回 NHK 紅白歌合戦に初出場、しています。その年には、第55回日本レコード大賞において新人賞を獲得しました。2014年に発売された2枚目のシングル、峠越えは、自己最高となるオリコン初登場6位となりました。週間の売上枚数も、南部セミシグレを上回るほどとなっています。オフィシャルサイト内にブログのページがあります。このブログをコンスタントに更新しているので、活動などを知ることができるでしょう。福田恭兵が干されたという話があることを知っているでしょうか。福田恭兵の身に何が起こったのかについて迫ってみたいと思います。福田恭兵に所属事務所との契約トラブルが発生していた模様です。彼は2013年7月のブログでしばらくブログを休止することが投稿されていました。この時期に問題が発生した可能性があるでしょう。当時福田恭兵は
岩手にある事務所オフィス系と契約していました。しかしオフィス系の知らないところで東京の事務所とも契約したというのです。またオフィス系の取った仕事とのダブルブッキングも発生していたといいます。オフィス系側は話し合いに応じるように努めてきましたが、福田康平側にはその意思が伺えなかったことから福田康平側を提訴しました。そして1億円という損害賠償を求める裁判へと発展してしまったのです。トラブルになってしまったオフィス系とは2016年に和解が成立しています。裁判には2年余りの月日が費やされました。福田康平は普通というのがこんなに難しいのかと思った、新曲を出させてもらえるだけで幸せということを言っています。福田康平は大手芸能事務所バーニングプロダクションの社長に気に入られていました。しかし全事務所に不義理を働いたという内容がバーニング社長の逆鱗に触れてしまったのです。そのためか2015年の紅白歌合戦への出場がなくなってしまいましたし、係争中は新曲も発表できませんでした。このことが福田康平は干されたと言われる理由かもしれません。福田康平は現在どうしているのでしょうか。ここで福田康平の現在について見ていきましょう。どういった活動をしているのかご紹介します。2021年1月に岩手県盛岡市のおこみや中学校で全校生徒を前に講演をしました。民謡の楽しさ及び努力をし続ける大切さについて生徒たちに話したといいます。また民謡の南部牛追い歌やヒット曲である南部蝉しぐれなど6曲を熱唱しました。2021年3月27日午後5時から火曜ポップスチャンネルで無観客ライブを行いました。火曜ポップスチャンネルは株式会社ワウワウプラスが運営する音楽専門チャンネルです。スカパープレミアムサービスなどで視聴可能となっています。2021年1月1日に勘弁なという楽曲が発売になっています。勘弁なはオリコンチャート最高位で6位を記録しています。2021年7月14日に新曲男の残雪が発売になりました。この楽曲は苦労を共にする妻へと向けて歌われているような歌詞が特徴的な一曲です。福田康平は病気になったこともありました。一体彼はどのような病気にかかってしまったのでしょうか。その顛末についてご紹介します。福田康平は2018年7月23日に福島県で開催されたコンサートの昼公演直後に大量吐血し緊急搬送されました。当日の夜公演は中止となり、病院で検査を受けたところ食道と胃の決めに亀裂が生じていたといいます。この際には内視鏡による応急処置で止血しました。緊急搬送された2日後の7月25日には別の町で開かれた NHK のど自慢に生出演しています。そしてその後に盛岡市内で入院となりました。福田康平の公式サイトでは病名が急性胃粘膜病変に伴う黒色吐物であると発表されました。この病は過労あるいはストレスにより起こるものとされています。福田康平は年間に200本以上の公演を行っているため、ストレスなどが溜まっていた可能性が考えられるでしょう。福田康平は12月1日まで入院した後に自宅にて5日まで休養をしました。そして6日には千葉県で行われた招待客のみの公演で復帰しています。福田康平の自宅が気になる方もいるかもしれません。続いては福田康平の自宅がどこにあるのかを探ってみましょう。福田康平の自宅は岩手県盛岡市にあり、そこには家族も住んでいます。しかし福田康平は演歌歌手として忙しい日々を送っていることもあり、家族とはさほど一緒に暮らせていない模様です。連休に帰宅して家族と共に過ごしているといいます。2019年3月放送のダウンタウンナウにおいて、自宅が田舎すぎてちょっと観光地化していると明かされていました。福田康平の自宅の画像を見た出演者たちはあまりにも田舎だったためか驚愕していていました。演歌歌手として稼いでいる福田康平ですが、
自宅を新築したという話は聞かれません。現在の自宅がいつ建てられたのかは不明ですが、長く住んでいるものと推測されるでしょう。アーティストの方たちは常に安全には気をつけて公演を行っているものでしょう。しかし、いつ何が起きるかはわからないものです。福田こうへいのコンサートで事故が発生したという話について探ってみたいと思います。2021年2月3日に群馬県小田市の小田市民会館で行われたコンサートで事故が発生してしまいました。一体どのような事故が起こってしまったのでしょうか。ドンチョウが開いた直後にステー地下駄側のスピーカーが倒れてしまいました。これにより4名の観客が重軽傷を負い、救急車で運ばれることとなったのです。事故の発生によりコンサートは中止となりました。福田こうへいのホームページにはトップページに当事故についての謝罪が掲載されています。福田こうへい本人も怪我をされた方の回復をお祈りいたしますとコメントを発表しました。歌手の方には追っかけがいるというケースも少なくないでしょう。最後に福田こうへいの追っかけについて迫ってみたいと思います。福田こうへいにも追っかけがいるのでしょうか。追っかけには入り待ちや出待ちをする方がいるのが定番です。福田こうへいのファンも同様です。入り待ちなどをしている追っかけの方はなかなか見れないような福田こうへいのレアな表情を見ていると言います。福田こうへいの追っかけは彼の地元である岩手県を聖地としています。この聖地を巡るファンもいるのです。福田こうへいがどういった場所で育ったのか知りたいと思うのかもしれません。また岩手には福田こうへいの歌碑も建てられています。自身の居住地はもちろんのこと、追っかけはチケットさえ入手できれば他県のコンサートにも遠征します。一人遠征する方もいますし、家族と共に遠征をする人もいて、遠征のスタイルは様々です。福田こうへいは2013年頃に地元岩手の事務所の他に内緒で東京の事務所とも契約をしたとして裁判になってしまったことがありました。係争中は新曲が発売できなかったことなどから押されたとみなされた可能性があります。しかし現在では地元の事務所とも和解が成立し、歌手活動を継続しています。2021年7月14日には新曲男の残雪が発売になっています。福田こうへいはこれからも素敵な歌声を聴かせてくれるでしょう。福田こうへいさんはすでに結婚されています。結婚相手のお嫁さんについてですが、一般人女性であるため詳しいことは分かっていません。ただ奥様との出会いは福田こうへいさんが演歌歌手になる前の呉服屋時代に遡ります。福田こうへいさんはもともと呉服屋で働いており、30代の時に演歌歌手に転身しています。そして2012年に演歌歌手になっていますから、演歌歌手デビューはかなり遅咲きなんですよね。そんな福田こうへいさんは呉服屋時代に奥様と出会っているわけですので、もしかしたら社内恋愛かもですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。道のく一人旅が大ヒットし、北島ファミリーとして知られ。しかし、それ以降ヒット曲に恵まれなかったが、紅白に13回も出場している山本譲二さん。今回は山本譲二さんが北島ファミリーを破門されたとの噂や病気についての噂があったため、その真相についてご紹介したいと思います。まずは簡単に山本譲二さんのプロフィールからご紹介します。山本譲二さんは1950年2月1日生まれ、山口県のご出身です。山本譲二さんは高校卒業後演歌歌手に憧れて上京するも挫折し、酒に溺れ肝臓を壊して帰郷。22歳で再び上京し、24歳でデビューするもパッとせず崖っぷちに。意を決して北島三郎さんの仕事場に何度も足を運び、頭を下げ北島さんのカバン持ちから付き人として修行をスタート。25歳の時に本名の山本譲二でデビュー。しばらく鳴かず飛ばずが続き、5年経った1980年、30歳の時にリリースした「道のく一人旅」が1年越しで大ヒットしました。そんな山本譲二さんは31歳で演歌スター歌手の仲間入りを果たし、1981年に紅白初出場されています。
山本譲二さんの曲がヒットしたのは31歳と意外にも遅咲きだったのです。それでは早速ですが、山本譲二さんが北東ファミリーを破門された噂についてご紹介します。山本譲二さんは北島さんの事務所に何度も足を運び、カバン持ちから付き人としてスタートし付き人を2年間務めました。次第に演歌歌手として北島さんのもとに様々な人物が弟子として集まるようになり、北島ファミリーが出来上がったそうです。山口博美さんや大江裕さんなどが有名ですね。そんな有名な弟子として上がるメンバーたちなのですが、実は破門されることも少なくないようで、弟子たちも厳しい修行だと語ります。今回山本譲二さんは独立事務所を設立したことから、世間では北島ファミリーを破門されたのでといった噂が流れるようになりました。実際はどうなのでしょうか。結論から言ってしまうと、破門されたというのは事実ではありませんでした。北島さんが山本譲二さんを認め、のれん分けのような感じで独立を認めたことが始まりだそうです。北島さんはいつまでも自分の弟子であることに縛り付けられるよりも、独立させて一人前になってもらいたかったといった思いがあるそうです。しかし山本譲二さんにはブラックな組織とのトラブル説があったのです。それが北島さんの逆鱗に触れ、山本譲二さんは北島ファミリーを破門になったというのです。さらに山本譲二さんは道のく一人旅以降、ヒット曲には恵まれていませんが、紅白に13回も出場しています。これは紅白歌合戦に北島枠というのがあるそうで、山本譲二さんはその恩恵に預かっていたとのことです。北島さんご本人が1枠、残りの北島枠が1枠。ちなみに現在は北島ファミリーには北島三郎さんと結婚した北山たけしさんがいらっしゃいます。そのため山本譲二さんは独立し、その枠から身を引く形になったのではないかという噂もあります。その噂を裏付けるかのように、近年の紅白歌合戦に山本譲二さんは出演しなくなり、北山たけしさんが毎年出演しています。このような噂もあるようですが、山本譲二さんの独立は北島三郎さんとの仲違いではなく、あくまでも円満に独立したとのことです。山本譲二さんは道のく一人旅で売れた時に天狗になってしまい、態度が悪くなってしまったことがあったそうです。そんな時、北島三郎さんから可愛くねえ、給料やらねえぞと叱られたそうです。このことから、北島三郎さんが山本譲二さんを独立させたのも、そういう素行の問題や北島三郎さんの意を借りるような山本譲二さんの態度を心よく思っていなかった可能性もあるのではという様々な憶測が飛び交い、破門説が浮上してしまったそうです。確かに山本譲二さんは北島ファミリーの中心人物だっただけに大きな反響がありましたが、独立された現在も北島音楽事務所とは業務提携をしているそうで、関係が悪化したわけではないようです。円満に北島ファミリーを脱退し、個人事務所を立ち上げ独立した山本譲二さんですが、長年闘病生活を繰り返していました。山本譲二さんは2009年に顔面神経良性腫瘍と診断を受けます。それ以来、現在も右耳の難聴と戦っているそうです。この病気は鼓膜の奥を通る顔面神経に腫瘍ができたことで、鼓膜の振動がうまく伝わらず、耳が聞こえづらくなるものだそうです。山本譲二さんの腫瘍は摘出可能だったそうですが、断ったそうです。摘出手術を行うと顔面神経を切断することになり、必然的に顔面麻痺は避けられないとのこと。そのため口の筋肉が動かせなくなり、よだれが出やすく、食べ物が口からこぼれてしまうといった症状が出るとのことで、この症状は歌手にとってかなり致命的なもののため、山本譲二さんは悩んだ末、手術を諦めたそうです。現在山本譲二さんは右耳の聴覚を完全に失い、左耳まで徐々に聞こえづらくなっているとのこと。しかし、苦労して掴んだ演歌歌手という仕事をこれからも辞めるつもりはないようです。歌手山本譲二さんのファンもたくさんいますし、声が出る限り期待に応えたい気持ちも強いようです。そして最近は補聴器なども昔に比べると進化していますので、医療器具を活用しながら無理のない歌手活動を続けている様子。このようなことから、現在の山本譲二さんは耳の病気を抱えているものの、芸能活動は意欲的にされていて、その姿も以前と変わらず健康そうです。
しかし山本譲二さんの進退を病魔はさらに追い打ちをかけます。山本譲二さんは急激な腹痛に襲われ都内の病院に駆け込みました。どこも見てもらえず、3つ目の病院でようやく診察してもらうことができたそうです。検査をした結果、大腸がんと診断を受けます。また大腸がんによる腸閉塞の疑いもあったそうです。そのため腹腔鏡による緊急手術を行いました。大腸を20センチ切って、そのうち患部が7センチだったそうです。手術から1週間後、山本譲二さんは退院し、再検査を行ったところ、リンパ節や内臓への転移はなく、抗がん剤も使わなくていいそうです。今後は6ヶ月に1回定期的な検査を行う必要はあるものの、ほっとしたと山本譲二さんは言っています。95歳になる母親を心配させまいと一度は公表しないことを決めた。だが転移がないことが分かり、母親に説明をしたところ、病気のことが分からない状態だった、だから病気のことを発表しましたとのことです。そんな病気ばかりでとても大変な山本譲二さんですが、現在は何をしているのでしょうか。顔面神経良性腫瘍や大腸がん定期検査を受けながらも歌手として活動されています。そして最近ではタレントとして活動したり、ラジオ出演やブログの更新などもされています。さらには情報番組のコメンテーターなどにも出演しており、歌手以外にもメディアで活躍する姿を見せてくれています。そんな山本譲二さんはお二人のまな娘を溺愛しています。長女琴乃さんは2011年に歌手デビューしていました。そんな琴乃さんは 726g の超低出生体重児で生まれたそうで、そのため琴乃さんは出生後生死の境をさまよい、医師からは脳や視力障害も覚悟するようにと言われていたといいます。そんな娘が成長し自分の夢を追いたいという姿に山本譲二さんはもうメロメロ。大学を中退し歌手の道を進み出した琴乃さんを山本譲二さんは全力で応援していました。しかし琴乃さんは現在歌手活動を休止しています。そして2016年に琴乃さんは一般男性と結婚、山本譲二さんに初孫が誕生していて、ついにおじいちゃんになっていて、さらにデレデレぶりが加速しているのではないでしょうか。このように現在の山本譲二さんは今まで通りの歌手として活躍され、さらに幅広く芸能活動をされている様子です。そして何より家族をお詫び辞にされているようですね。また山本譲二さんの奥様も右胸に乳がんが見つかり、闘病生活を送っています。結果的に手術を受け、乳房を3分の2とリンパ節を切除したそうです。闘病生活も当然辛かったようですが、やはり胸を切ったことによる精神的なところがとても辛かったようです。そのため山本譲二さんは奥様を気遣うように家事など率先して行うなど支えていたそうです。また山本譲二さんも闘病中であることから、奥様も山本譲二さんに仕事に差し支えないくらいでと気遣っているそうです。夫婦でお互いにお互いを気遣いながら家族第一で過ごされているそうですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。着物姿が妖艶で圧倒的な歌唱力で人気の演歌歌手藤あや子さん、引退決意した出来事や暴露した就活の内容に一同驚愕。今日は藤あや子さんのことについて紹介します。まずは藤あや子さんの経歴とプロフィールから紹介します。藤あや子さんは1985年に音楽番組勝ち抜き歌謡天国で優勝し、1989年にシングル女でデビューします。1992年には代表曲の一つである心酒をリリース。以降も紫雨情や未練といったヒット曲を披露し、人気演歌歌手としての地位を確立しました。また歌謡コンサートをはじめとする数々の音楽番組に常連歌手として出演。華やかなビジュアルと艶のある歌声で日本の演歌界を支える一人として活躍しています。藤あや子さんは秋田県仙北郡角館町、現在の秋田県仙北市出身。観光名所と自然が両方楽しめる美しいところで、美人歌手の出身地にふさわしい町ですね。実家は精肉店を経営していたといい、
そのため家では毎日とんかつを手作りしていたなんてエピソードも2020年には雑誌家庭画報の仕事で故郷を訪問した彼女。雑誌に掲載された武家屋敷のしだれ桜は実家から徒歩ですぐ、通っていた小学校は武家屋敷の真ん前だそうで、通学路だったと少女時代を懐かしんだ様子。ちなみにこのことを綴ったブログによると、同年はコロナ禍のため地元に帰れなかったこと、今度は帰郷してこのしだれ桜に会いに行きたいと書かれています。ブログには他にも帰省した際のエピソードが出てくるので、定期的に地元角館に帰っているようです。2023年現在は両親ともに他界しているので、彼女が育った実家が現存するかどうかは不明。コロナで父親の墓参りに行けなかった時には代わりに参ってくれるよう地元の親戚にお願いしたとあるので、少なくとも親戚の家はあるようですね。彼女は地元秋田の話をよくしていることからも、実家のあった故郷をとても愛していることがわかります。地元秋田と関連する仕事も多いようです。藤あや子さんは両親と弟一人の4人家族で育ったようです。美人演歌歌手は一体どのような家族に囲まれて育ったのでしょうか。演歌歌手の藤あや子が2018年3月30日に放送されたダウンタウンナウにゲスト出演、親友の坂本冬美から、お金の使い方が極端すぎると異常な金銭感覚を暴露されるシーンがあった。番組では坂本からのタレコミとして、藤はお金の使い方が極端と思うほどケチな部分と豪快な部分があると明かされ、まだ仲良くなって間もない頃に、海外旅行のお土産で私とメイクさんの3人にお揃いのものを買ってきたよと言われて渡されたのが推定100万円超えのカルティエの時計だったのだという。一方で、地方で温泉に行った時は温泉の料金が17時から150円に値下げすると知ると絶対にその時間まで待ったりするというドケチな一面も暴露された。すると藤は、私本当にせこいんです。デパ地下に行っても30分後にタイムセールがあると分かると買おうとしたものを戻して上の階で買い物をして待って、店10分前にまた戻ってきて割引シールを貼るのをじーっと待っている、と大物演歌歌手ならぬ堅実な一面を告白。しかしこれまでに購入した着物は軽く億を超える、尋常な量じゃないと明かし、購入した着物は衣装用の一軒家に置いてありますとも。その一軒家には、衣装用の一軒家の1階はスーツケー、スニ10個以上、店2階には着物が500着以上、帯が500本以上、店3階には洋服が200着以上あると価値のある衣装を多数所有していることも語っていた大物演歌歌手の藤の堅実な部分と豪快な部分の二面性が明かされることとなった。藤あや子さんの結婚歴が3回だと思い込んでいる方が多いようです。その理由は2006年の身長45での報道で過去に2人の男性と関わりがあったと報じられたため、そのイメージで噂されているのでしょう。ちなみにこの件は騒動となり、プライバシーの侵害として新潮社を訴え、新潮社が敗訴し賠償金を支払うこととなりました。実際にはご結婚は今の結婚と合わせて2回です。1981年、富士さんが20歳の時に2歳年上の男性と結婚し、女児を出産して翌年1982年に離婚が1回目。2回目については、今も婚姻関係が継続中。2回目は2017年に24歳再嫁、職業は鍼灸師の男性と結婚されました。なお職業については文春報道によるもので、藤さんが公表したものではありません。結婚直後はマッサージ関連の仕事としてスポニチなどで報じられました。整理すると、
平たく言って天一回の結婚、離婚、そして再婚ですので、バツイチということになりますね。ガン旦那さんについては天2006年9月発行の新潮45にて辞されたと報じられています。ガン旦那さんは 0.1 パンの方ということもあり、富士さんもこのことについて自ら発言されることはありません。また死別かどうか気になる方もいるようですが、離婚後の辞とのことで、結婚中ではないため厳密には死別にあたりません。死別とは愛する家族や友人との別れを指します。離婚というのは基本的に愛情が尽きている状態であり、愛しているとは言えないからです。ガン旦那さんとの間にできた一人娘については天2014年1月3日放送のアナザースカイにより天2つのことが判明しております。娘さんのお名前は未来さんで、読み方については不明です。天2014年では富士さんのメイクを担当していました。インスタグラムなどもありますが、 0.1 パンの方なので差し控えましょう。娘さんは2007年に結婚されましたが、婚姻届を提出するにあたり、証人欄は大貞治と野田秀樹という大物が名を連ねました。富士さんと大貞治さんは行きつけの寿司店が一緒ということで、そのご縁もありお願いできたということでした。娘さんは前述のアナザースカイにて母のような生き方が目標と語られており、非常に親子関係がいいことがうかがえます。富士さんが過去に熱愛相手として報じられた相手に木村一八さんがいます。ただし20年前ということで、あまり多くの情報は残されていません。スキャンダルは女性セブン誌などで報じられました。女性セブン誌ではその時すでに交際開始から半年経っており、同棲もしているという話でした。水道橋博士さんの2003年4月23日のブログにも、藤あや子木村一八の熱愛発覚、結婚を前提に交際と防備録が残されていますので、そのあたりが一番過熱した報道だったのでしょう。報道通りであれば2002年頃からの交際となります。スキャンダルといっても天一度の結婚歴があるものの、その時は独身。木村一八さんも報道当時は決まったお相手はおらず、誰から元がめられる言われはありません。スキャンダルだと報じられたのは、木村一八さんの1988年天1995年の2度にわたる逮捕でわかる素行不良や、飯島直子さんや中山美穂さんとの華やかな交際歴があったからでしょう。なお交際報道はあったものの、破局報道はありませんでした。富士さんはその頃もとても人気が高く、バーニングプロダクションというとても力がある大きな芸能事務所に所属されているため、別れさせられたのではと憶測が飛び交うだけに終始しました。また木村一八さんが2006年、結果不起訴にはなりましたが 0.3 度目の逮捕騒動があったため、とても交際をし続けることはないだろうという想像もできます。富士さんが交際されていたとされる俳優の木村一八さんはとにかくダーティーな方です。木村さんは1969年に漫才師横山や寿司の長男として生まれました。天1984年にデビューし、俳優業は二世というネームバリューとルックスの良さもあって順風満帆でした。しかし天19歳である1988年にタクシー運転手への暴行事件を起こしてしまいます。少年院を経て天1992年に俳優業に復帰するも、天1995年に再びアメリカ人の少年への暴行事件を起こして 0.2 度目の逮捕となります。吉本からの退社の地日本刀の不法所持で不起訴になるも3度目の逮捕。昔の芸能界には時折こういった無頼派が現れますが、木村さんもその一人だと言えるでしょう。木村一八さんは富士さんの8歳年下、
現在の旦那さんも24歳年下ですので、年下との交際が多いことがわかりますね。富士さんの再婚後の生活についてはどうでしょうか。天人4歳差という年の差は年齢なんて関係ないと言ってもそうは言い切れないものがあり、生活していく上でのギャップや体力差などが生じそうですよね。その点についても夫婦仲の維持のために努力されているようです。再婚後、義母となった再婚相手の母の影響を受けて保護猫活動に取り組むようになった富士さん。きっかけは2019年7月に義母から保護猫を2匹引き取ることになったことです。引き取った子猫はマルとオレオと名付けられ、公式インスタグラムの人気コンテンツとなり、多くの猫好きから注目されるようになりました。中でもマルとオレオの2匹をまとめてマルオレと名付け、食卓に座らせた写真シリーズは人気があります。また再婚後は一人娘の未来さんのお子さんで、富士さんからは孫にあたるあっちゃん関連の SNS やブログへの投稿が増えました。 14.15 歳の少女であるあっちゃんの身長が 163cm まで伸びたことや、あっちゃんに作ったお弁当、あっちゃんをライブ会場に送迎したことなど話題は尽きません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。